今日は、産地リクルートという企画の中で、丹波、神田町にある、昭陽釜の大神さんに来ていただいております。よろしくお願いします。丹波は、ここ数年、僕らも仕事で関わらせていただいて、ここ1、2年はすごく、通うことも、多くてですね。で、先月かな、昭陽釜での、ディナーイベントも、参加させていただいたり、うちのお店でも、陶器をね、扱わせていただいて、いろいろコミュニケーションを取らせて、いただいている最近です。で、今回なんかいろんな、ものづくりのメーカーさんの、リクルートとかと、ちょっと一見違うというか、職人さん募集みたいな感じになりますよね。な感じで、いろいろそもそも、日本全国ね、いろんな、窯元があったり、産地があったりする中で、丹波ってどういう、とこなのみたいなこととか、今、醤油釜どういうことに取り組んでるのかみたいなお話を聞かせていただければなと思っております。まず、丹波焼、丹波の土地。みたいなところって、どんなところですか？なんていうんですかね、5、60軒、ありまして、で、それが3キロ、だいたい南北3キロの道に、50軒からこうぎゅっとこう凝縮されてる産地であります。で、またその丹波焼っていうのが、全国でも、6箇所の古い窯元の一つに数えられている六古窯の一つで、で、丹波焼自体は850年の、歴史があると言われています。で、場所は丹波篠山市にありまして、大体そうですね、大阪、神戸から1時間ほどで来れる場所なので、アクセスとしては悪くはないんですけど、ちょっと車の方が便利かなっていうところなので、車で来ていただくと、非常にこう、観光しやすい場所になります。で、あとは、他の産地と違うところで言うと、問屋さん的な、見たらギャラリー的なのがないので、各窯元に行って、そこで、作り手であったり、その奥さんであったり、家族とこうお話しして、で、気に入った器をその場で買うことができるっていうのも一つ、丹波駅の魅力の一つかなと思ってあとなんか他の産地と比べて、若い作り手が多いなっていうのが、すごい印象的なんですよ。で、なんか陶芸の産地とか、陶芸家って言われると、やっぱりこう、ちょっと、ね、年配の方が、ね、険しい顔してろくろを回しているイメージが、やっぱ、多いんじゃないかなと思うんですけど、わりかしこう、丹波は、本当に若い、30代の世代、が、新しい取り組みみたいなことを積極的になんかやってる産地だなっていう感じもしてるんですけど、なんかそれって、なんかあったりするんですか？理由として。でなんですよね。ゆうきくんもその3代目として戻ってきたはい。んですよね。僕自身も、屋号、昭陽釜という名前の窯元の3代目で、祖父から始まって、窯元の長男として生まれて、帰ってきて後継ぎをしているんですけど、金沢に大学行った時に、九谷焼が近かったので、いろいろ見せてもらったり、弟子入り3年間、その後、愛知県の方で行ったので、常滑、瀬戸焼、あと、多治見とかの美濃焼っていうところはたくさん、見た中で、帰ってきて、丹波と比較すると、まず一つ、その丹波焼にある、中心にあるんですけど、末の里という、いろんな陶芸体験ができたり、
先ほど言った50数軒の、まあ、アンテナショップがあったりっていう施設に、まず初めてのお客さんは行かれることをお勧めしてまして、そこで行って、いろんな窯元50軒をこう1時間から見れるので、見た後、まあ、ランチして、ちょっと2、3軒直接行って、どんな人が作ってるのか、どんな雰囲気で作ってるのか。で、たくさんその器を見て、やっぱりいいなって思って買ってもらうっていう一つのサイクルが、しっかりこうモデルとしてあるので、そこは他の産地にはない、なんか、その一日モデルコースかなとは思ってます。で、販売機にも、先ほどおっしゃってた、まあ、若い人もたくさんいるし、あと、まあ、年配の、寡黙な、ザ陶芸家のイメージの陶芸家のレジェンドたちもたくさんいてて、で、まあ、ミドル層がいて、若手がいてっていう、この世代、まあ、大きくこう3世代ぐらいいる中で、結構、その世代間も、まあ、コミュニケーション取りながら、いろんな、まあ、その陶器祭りのお祭りごととかイベントを通して準備とかいろんなのがこう各世代がこう一緒になって作業して一つの年間こう行事をやっていくので、割と仲いいのもすごく印象深いですね、他の産地と比べて。なんか、他の産地でこう修行してきて、なんか帰ってきて、他の産地となんか、圧倒的にここ違うな、みたいなところって、まあさっきの、まあ末の里っていうね、組合がやってるその施設があって、まあまあ、作った商品を、売りやすい、みたいな場はもちろん、なんかあるのかなと思うんですけど、具体的になんかこう、まあそもそもやっぱ土が違ったりするわけじゃないですか。で、なんか他の産地ってこう丹波に帰ってきて、まあ、ここ作りにくいなとか、まあ逆に言うとこういうところはやりやすかったなみたいなってありますか？僕の経歴でいくと最初に、まあ、金沢の九谷焼の近い金沢にいたので、最初触った土って、まあ、九谷焼で使ってるような土、白土の磁器の土から僕は陶芸に入ってるんですけど、すごく今思い出すと、きめ細かくて、ろくろしてて気持ちいい肌触りがありました。で、卒業後、愛知に行ってこう、先生が割とこう自分で取ってきた土を全部使ってる人なので、どっちかというとこう荒っぽく、土しく、手も結構こう、まあ、摩耗していく、研磨されるような感触があって、で、こう帰ってきて丹波焼の土使うと、まあ、基本的に、販売機にはその組合が運営している土工場があって、この丹波近辺で採れた山の土と田んぼの土をこう調合して、精製してくれてるやつを我々軽トラで行ってこう買い取って使ってるんですけど、まあ、それもまあそこそこ気持ちいい土ですね、触ってて。で、やっぱりこう比べると、特徴的なのは、まあ、腰がちょっと少ないかなとか、粘りが少ないかなっていう、まあ一見こう、ネガティブな特徴にも見えるんですけど、逆に言うと、それで、シャープな形っていうよりかは、どっちかとこう、縁当たり、なんていうんですかね、その、縁をしっかり厚みを持って作らないといけないとか、そういう作りの形が変えていかないといけないので、まあ、見た目と、まあ、雰囲気としてこうほっこりとした、まあ、焼き物らしさていうのは一つ特徴かなと思いますね。なるほど。はい。なんか今、松陽釜さんの、こう、にいる、
まあ、働いているスタッフさんも結構若い方がこう入ってきてるなっていう印象があって、まあ、どういう経歴で、こう、所要が間に入ってきたのか、みたいな、なんかありますか？まあ、経歴は、まあ、いろいろ、本当に、美大で陶芸4年やってましたっていう、まあ、ちょっとね、コロナ禍っていうかわいそうな、学生験してる子たちなんですけど、とか、陶芸専門学校みたいなところを経験したりとか、あとは、ちょっとこう、今いる子は、どっちかっていうと、アルバイトで陶芸教室のスタッフを少しちょっと、カナダの留学先で出て、で、日本に帰ってきて、陶芸で何か、できないかなっていうので、うちに今来てくれてるっていう感じですね。本当にいろいろ。まあ、今回、まあ、スタッフというか、まあ、職員さんを募集していく中で、まあ、どんな人がこう来てくれたら嬉しいな、みたいなことを教えてください。そうですね。その、まあ、いろいろ、まあ、人とこうご縁を、あったので、こう、感じたことというのは、まあ、陶芸の大学とか専門なところで、しっかりとこう基礎を学んで、もう即戦力っていう方も、まあ、本当にありがたいのはありがたいです。ただまあそれも大事なんですけど、もっと根本的な、例えば体力であったり、まあ、バイタリティというか向上心というか、なんかそっちの方が、大事かなと、思ってます。その理由がね、一番まあ今一番新しい子が、まあ、本当のお素人で、来てくれてるんですけど、最初土練りも何にもこうできなかったのが、やっぱり仕事終わった後自主練して、夜遅くまでこう、工房をこう貸し出ししてるんですけど、そこでこう、土練り練習したり、まあ、最近はろくろ回したりっていうふうにしてるのをこう、まあ、日々見てると、大学でこう学んでいくスピードよりはるかにこう早いんですね。まあ、自主練といっても、まあ、僕もちょっと横で仕事をやりながら、ちょっとこうするんやで、ああするんやでっていうふうにこう見てはいるんですけど、やっぱりどっぷり、まあ、うちとは言わず、そのまあ丹波にこう来てくれる方には、こうどっぷり、陶芸に使ってほしいなと思ってます。なんか、いわゆる企業だったらね、こうずっとこうその一つの会社で、成長していって、こうキャリアを積んで、まあ、役職が上がっていってみたいな流れになると思うんですけど、まあ、とはいえ、こう窯元に、まあ、就職するみたいな話になっていくと、入ってからこうキャリアというか、未来みたいになって、なんかどういう道があるんですか？どうしようかな。これ、堀さん、本音言っていいですか？はい、いいです。まあ、使うか全使わ然。ないか、後で。まあ、この松陽釜を、このコロナ禍で僕らがまあ全部立ち止まらなくちゃいけなくなったときに、まあ、夫婦ですごく話し合って、それまではこう、大神有機っていうブランドを上げていくために、コンクール出して賞を取るぞとか、デパートで個展するぞっていうふうにこうやってきてたんですけど、こう、立ち止まらないといけないときに、まあ、強制的に立ち止まって、こう、元見て丹波焼を見たときに、やっぱりこれは後継者問題が、近い将来来るぞっていうなんが、読めて、で、それで、
まあ、僕たちがこう新しく窯元をリノベーションしてスタートするときに、しっかりちょっとこう理念っていうのをこう固めて、理念に沿った活動していこうっていうふうにしていく中で、まあ、100年後に向けての、100年後の販売機に向けて今すべきことっていうのを理念に置いてるんですけど、でその一つとして後継者問題っていうのがもう近い将来10年15年で、ちょっと半分ぐらいになってもおかしくなくて、でそれをこうどう解決していくかっていうところで、まずはとりあえず雇用を増やさないといけないその50件が。で、去年も、まあ、7人ぐらいインターン受け入れて、2か所、他の窯元に就職したりとか、まあ、うちというふうに、この泊まれる環境っていうのをこうなぜ作ったかっていうと、雇用を増やすための、離職を減らすためのインターン制度っていうのを、どんどんバシバシやっていって、まあ、ハブクリックになれたら嬉しいなと思っていて、やってます。で、何の話でしたっけ？で、それで、うちに来てくれた子ならだけではなく、まあ、販売機でこう若い子らが、まあ、3年ほど販売機をしっかりどっぷり、学んでもらったら、そういう子たちに、例えば、あと次がいない看護師さんがリタイアされたときに、売買ではなく、例えば、レンタルっていう、賃貸っていう、で、スタートする時代が次来るんちゃうかなってこう、想像してて、で、僕らが今ここ、リフォームした場所っていうのは、まあ、誰も変えた場所をやって、で、ちょっとこう、大阪の企業さんが改装をやったのを、ちょっとまあ、英文で、ちょっと買っちゃったところが最初きっかけであったんで、僕らが多分この50件の中で一番誰よりもこの恐怖心を体感した窯元ではあります。なのでこれを、じゃあこれから減っていく窯元、半分ぐらいになる窯元をどういう人が入ってくれたら嬉しいかなって考えたときに、まあ、変な人っていうより、まあ、販売機少しでもこう理解してくれてる人が入ってくれた方が絶対販売機としてはいいなって思ったので、僕らがこう思い描いてる未来は、販売機で働いた若い子が賃貸でスタートできたらいいなとは勝手に想像してます。はい。なので、まあ、そうやってこう、まあ、減っていく、まあ、可能性がある窯元を、まあ、食い止めていくっていうことが一つと、で、まあ、もっと言うと、今、60件ぐらいが、2、3キロ圏内の中に、集積されてるんだけども、もしかしたらで、100になっていく未来みたいなものも、もしかしたらあるかもしれないなと思っていて、なんかそういう活動が、まあ、商用がまあ、一見のことを、まあ、もちろん自分のね、窯元の未来っていうのも考えていかないといけないし、まあ、それをもうちょっと、こう、大きい視野で、産地全体のことを、見てるのがやっぱすごいなと思ったんですけど、そうやってこう、まあいろんなことをこうきっかけにしながら、産地でまあ活動していく若い人たち、まあ丹波焼で修行して、まあ瀬戸焼に行っちゃわないでね、みたいなことですよね。やっぱ丹波に残って、ここの土地でこう活動していく。で、なんだろうな、まあさっき一番最初の、まあ、話の中であったんだけども、やっぱりこう、丹波の特徴っていうのが、作る、まあ、作業場と、まあ、ギャラリーをこう併設してる、自分たちのお店を持ってるっていうのが、やっぱり、特徴的なので、まあ、表現の自由みたいなものもすごくあるしと思うし、まあ、お客様が来て、まあ、そこでお話をして購入できるっていう、
まあ、他の産地行くとね、なんかこう、工房に入りにくいっていうか、入っていいのかなみたいな、やっぱところもたくさんあったりするし、で、その中でもこう、丹波って、ね、お店になってると、やっぱ入り口はこう、結構入りやすいし、まあ、訪ねやすい、場所なのかな。で、さらに言うと、その組合が、末の里っていう場所を、運営していて、そこにもこう、販売できる売り場が、しっかりあるので、まあ、そういう意味ではこう、作るっていうところと、まあ、しっかりこう、売る、伝えるみたいなところが、まあ、用意されてるというか、なんだろうな、産地の特徴といえば産地の特徴になるのかもしれないけども、なんかそこが、これからね、陶芸家になって、自分で作品を作って販売していくっていう中でも、その技術が身につき、自分でこうオリジナリティを持って、何かを作っていくっていう未来にとっても、すごく優しい産地なんじゃないかな、と思うし、まあ、さっきね、言ってた、レジェンド級の方々もね、まあ、いらっしゃって、そういう人たちはそういう人たちで、ちゃんとしっかりこう背中を見せてくれるような、産地じゃないかな、と思ってます。まあ、いわゆる、民芸、と言われるものを、まあ、作ってる方々もいますし、本当にね、東京で、日本橋で、個展をされるような、レジェンドの方々もいらっしゃるので、まあ、そういう、場所に、まあ、見学に行くこともできたり、まあ、そういう方々から、まあ、教わることも、たくさんあるんじゃないかなと思っています。まあ、丹波に行くと、まあ、松陽窯もお店があったり、今、一緒に東博っていう、プロジェクト、まあ、陶芸、家のところに、まあ、泊まるっていうね、プロジェクトもやっていて、月一一組を、まあ、受け入れて、松陽窯の、今いるギャラリーのところの奥に、お部屋があるんですけど、まあ、そこに泊まっていただけたり、松陽窯での体験、まあ、産地の見学で、夜は一緒に、そこでね、ディナーをしたりとか、っていうような、より深いコミュニケーションが、まあ、取れるようなプロジェクトもあるので、まあ、そういうのから、まあ、参加してみて、どんなとこなのかな、どういう人なのかな、どんなもの作ってんのかな、みたいなのを、見てもらえる、きっかけになったらいいな、と思っております。まあ、詳細は、まあ、実際に自分で足を運んで、大神さんに聞いていただくのも、いいと思いますし、何か、まあ、インスタとか、何かこう、連絡を、コンタクトを取ってもらって、ちょっと気になるんですけど、みたいに、まあ、ご連絡いただければ、いいかな、と思っております。ということで、今日は、松陽窯の大神ゆきさんに、参加していただきました。ありがとうございました。